オレゴンワイン生産の歴史はオレゴン州が成立する前まで遡る。1840年代に早くもオレゴン準州の入植者たちによってドウ栽培が開始したが、ワイン生産がオレゴン州の重要な産業として発展を迎えるのは1960年代に入ってからである。1970年代末にはオレゴンワインが初めて国際的な注目を浴びた。 2005年のオレゴンワイン売上は160万ケース、1億8470万ベイドルに及んだ。ヘンダーソン・ルーリング・オレゴン・ジュン州におけるブドウの栽培はオレゴン街道をたどってオレゴン・ジュン州に入った園芸家、ヘンダーソン・ルーリングが1847年に始めたものが最初である。オレゴン州成立以前の1850年代には、ピーター・ブリッドにより、 オレゴンで記録上最も古いワイナリー、バレービュービニアー,ードが、ジャクソンビルに設立された。1860年の第1回オレゴン州税調査によれば、オレゴン州で生産されたワインは11,800リットルだったと、あるが、この中には、ヨーロッパブドウ以外の品種を使って生産されたものが、確実に含まれている。1880年代に入ると、 南オレゴンの入植者たちは、ジンファンデル、リースリング、ソービニオンなど、様々な品種を、実験的に栽培した。1899年までに、オレゴンのブドウ園全体で2694トンの、ブドウが生産された。1904年、フォレストグローブのワイン醸造家、アーネスト・ロイターが、セントルイス万国博覧会で銀賞を受賞した。 アーネスト・ロイターのブドウは、フォレスト・グローブの西にある、ワインヒルと呼ばれる土地で育てられたものであった。禁酒法時代に入ると、オレゴンも他の州と同様に、ワイン生産の中断を余儀なくされたが、1933年に、再開した。その後の数十年間、オレゴンのワイン産業は小規模のままにあり、ビティス・ビナイフェラ以外のブドウによる、 果実種を中心に生産が行われた。その頃までに温暖な気候を持つカリフォルニアのワイン産業はアメリカ国内のワイン生産の中心的存在になっていた。20世紀の半ばの時点でオレゴン州で V バイニフェラを使ったワインを生産するワイナリーは2軒しか存在せず、その2軒もビビタル量のワインしか生産しなかった。 1960年代に入ると、オレゴンのワイン産業の再建が始まった。カリフォルニア大学デイビス校を卒業した、リチャード・ゾンマーが1961年に、ローズバーグ近郊にヒルクレスト・ビニヤードを設立し、1968年に、最初のビンテージを販売した。また1960年代には、デイビッド・レッド、チャールズ・コーリーなど数人のワイン生産家が、 ウィラメット渓谷でピノノワールの栽培を開始。1966年、レッドはダンディ近郊の丘にブドウ園を開園した。ジ・アイリー・ビンヤーズのデイビッド・レッド1970年までに5軒のワイナリーがオレゴン州内で稼働し、35エーカーの土地がワイン生産に用いられていた。ディック・エラス・ディックナンシー・ポンジー。 スーザンビル・ソーコル・ブロッサー、デイビッドジニー・アーデルスハイム、パットジョー・キャンベル、ジェリーアン・プレストン、マイロン・レッド・フォードなど、カリフォルニア州を筆頭とする多くの州外のワイン生産家がオレゴン州に移住してきた。1973年、オレゴン州は著名な土地利用法を通過させた。この法律は、農業用地と都市用地を厳しく分離するもので、 他の作物が育ちにくいとされる多くの丘陵地が住宅地にされず保存されることとなった。また、1970年代にはこの地域のワイン生産家たちは組織を結成しビンテージの普及に取り組んだ。1977年、太平洋岸北西部のワイン生産家たちと題されたアメリカ合衆国北西部のワインに関する初のコーヒーテーブルブックが出版された。 さらに翌年には、オレゴンワインの発見と題された、共同の市場パンフレットが出版された。オレゴンワイン産業が、世界的に有名になったのは、1979年の、ことである。ジ・アイリー・ビニャーズの1975年サンサウス、ブロックピノ・ノワールが、ゴーミオフランスワインオリンピックで、トップ10入りを果たし、 フランスワインにとって変わる非ヨーロッパヴィンテージの一つとして最高級のピノノワールの評価を獲得した。この大会はオレゴンが最高品質のワインを生産可能な地域であること、そしてフランスの限定地域でなくとも良質のワインが生産可能であることを世間に知らしめた。フランスのワイン生産家ロベール・ドルアンは再試合を手配し、 ワインオリンピックに出品されたものより良質とされる一連のフランスワインをアイリーのピノと戦わせた。その結果、勝者はジョゼフ・ドルアンのグランクリュ1959年産シャンボール・ミュージニーとなり、アイリーは僅差で2位に敗れた。オレゴン州のワイン生産家は1980年代に入っても賞を取り続けた。1980年、 オレゴンには34のワイナリーと115のブドウ園があった。1980年ヴィンテージはセント・ヘレンズ産の噴火により多大な影響を受け、1982年にロンドンで開催された国際ワインコンペティションでは2つの1980年産ワインが金賞を受賞した。1981年、ビーバートンのポンジビンヤーズが ニューヨークタイムズから好意的な評価を受けた。1984年、世界的権威を持つワイン評論家のロバート・パーカーがオレゴンを訪れ、同地のピノに大きな感銘を受けた。オレゴンのピノは1985年のブルゴーニュチャレンジで、ワインの専門家が、聞き酒でオレゴンとブルゴーニュのピノノワールの違いを判別することができず、オレゴンワインがブルゴーニュワインより上位に、 ランクするなど、さらなる賞賛を得た。1985年には、ワインスペクテーター市で、オレゴンのワイン産業が最初に言及された。また、1980年代は、オレゴンワインの売り込みに力を入れ続けた期間でも、あった。1983年にオレゴンワイン審議会が、発足。また、1984年には、 ウィラメットバレーアバットアムクワバレーアバが設立された。1986年には国際ピノノワールサイがマクミンビルのリンフィールド大学で始まった。1989年、ウィラメットバレービニアーズがオレゴン州では初めてとなる上場ワイナリーになった。オレゴンとブルゴーニュの間に大きな絆ができたのも1980年代であった。 オレゴン州立大学の園芸学者たちと、全国ワイン同業者連合会のレーモン・ベルナールなど、フランスの著名なワイン栽培専門家との間に、密接な関係が築き上げられた。この関係により、カリフォルニアの栽培家が手に入れることのできないクローンを、オレゴンの生産家が獲得できることになった。1987年、ブルゴーニュの名門であるドルアンケが、0.40、 平方キロメートルの土地を北ウィラメット渓谷に購入し、トメーヌドルアンオレゴンと呼ばれるワイナリーを設立した。1988年、当時の州知事、ネール・ゴールド・シュミットがブルゴーニュへの公式訪問を果たした。1990年代の初頭までに、オレゴン州には70のワイナリーと320のブドウ園があった。1990年、オレゴンのワイン産業は、 ねじらみの一種であるフィロキセラの発生により、新産を舐めた。フィロキセラ体制の代議を使用する必要に迫られた、ドウ園の多くは、これを機にその土地土地に適した、様々な品種のブドウの選定することとなった。また、1991年にローグバレーアバが、設立し、1994年には、オレゴンワインマーケティング連合が設立した。 1995年、オレゴン州議会はワイン生産化に有益となる新法を制定した。ワイナリーが州内の顧客にワインを直接発送することが合法化し、これによりオレゴンのワイン生産化が卸売業者を部分的に回避することが可能になった。また、ワイナリー店内でのワインテイスティングも合法化された。 オレゴン州立大学では発酵科学の教授職も創設された。1998年、オレゴン州のワイン産業総額は1億2000万米ドルに達した。1999年には、さらなる法の改正が行われ、複数のワイナリーが同じ土地で運営することが合法化されたことで、カールトンワインメーカーズスタジオなど、新しい形態のワイン生産につながった。 2000年になると、オレゴンのワイナリーの数は135、ブドウ園の数は500に上った。21世紀に入ってから、オレゴン州は環境に優しいワイン生産に重きを置いている。オレゴンの非営利組織ローインプットビティカルチャーエコロジー社は一定の環境水準に達している、ワイナリーの認証機関であるが、現在60を超える、ブドウ園が認証を受けている。 2002年、オレゴン州のソーコルブロッサーワイナリーとカールトンワインメーカーズスタジオが全米グリーンビルディング協会からリードの認証を受けたことにより、同州は環境に優しいワイン生産における先進的存在となった。2001年、アップルゲートバレーアバが設立した。2003年には、オレゴン州農業局所管のオレゴンワイン顧問委員会が反独立集機関である。 オレゴンワイン委員会に置換された。同年のオレゴン州のワイナリーの数は220、ブドウ園の総面積は54.23平方キロメートルに上った。2004年、コロンビアゴージアバが設立し、フッドリバー渓谷でのワイン生産が始まった。また、アバは、マクミンビル、ヤムヒルイコールカールトン、ダンディーの地域にも設立された。2005年には、 314のワイナリーと519のブドウ園がオレゴン州で稼働するに至った。ありがとうございます。